入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話してきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの山城です。マナビズムの江戸です。どうもこんにちは。こんにちは。今回の質問になります。はい。いきなり沈んだ気持ちになった時にどのようなことをされますか。僕は急に不安に駆られることがしばしばあります。受験勉強しなくちゃいけない、今目指している将来の夢で自分はやっていけるのか、などなどいろいろなことを考えてしまい、目の前の受験勉強に集中できません。その時に気持ちを和らげる方法を何か教えてください、ということです。まあ沈む気持ちがっていうのはねあるわけですけども、これむっちゃ俺共感するわ。あ、マジっすか。うん、俺ももうこう波激しいからさ、バーンと調子いい時もあればもうガーンと下がってる時もあって、めっちゃわかるこれ。そうですね。あんまぶれへんよな、メンタル的に。いいんですかね。いやその俺すごいなって思うエピソードがね、山城先生の、はい、入社して、1年目か2年目か忘れたんやけど、はい、あの大阪の日本橋にね、はい、あの住んでたじゃないですか、はいはい、でその時にあの、まあ、ちょっと治安悪いんですけど日本橋って、はいはい、あの車のねタイヤタイヤをパンクしたとかじゃなくてナイフで切られてたんですよ。はい、切られてましたね。むちゃむちゃ笑ってるんですよタイヤ切られました言うて、すごいメンタルしてんなと。結構その値段何倍だ、8万とかね、8万さみたいな感じあって嘘やろこいつと思ってでもこれすごいなと思って。すかね。俺その時言ってた、今でも覚えてるもん。俺、ね、あのなんか大事な人死んだぐらいじゃないとメンタル折れないですよみたいな感じですげえと思ってね。あまあ、あった記憶がありますけどね。そうですね。なりましたね。まあ、とはいえ落ち込むこともありますけどね。そうだね。もちろんそうだよ ね。人間なんで。その時どう対処してるんですか。僕はね、もう誰かと話すとかになりますか、ね。自分の中でこう消化できひん時あるじゃないですか。あると思うんですけど、その時は僕は人と話すなりして直接それを話すとかっていう時もありますし。とはいえ話さん、まあ、話す時もあるんですけど、少しでもこう気持ちを違う方に持っていく、まあ、とはいえその問題から逃げるってわけじゃないんですけど、それを解決していかなくちゃいけないんですけど、どうしてもこうもう何ですか、もう胸がドキドキするというか、しんどくなってしまう時は人と話したりとかするですかね。解決する、それその人と喋るやん。あ、その時は安心するやん。はいはいはい。あ、だからそれでバイバイするやん。はいはい、またなりますね。なるよな。なりますね。結局一時の気の紛れになるけど、うん、問題自体を解決するってわけじゃないんですけど、もうどうしてもほんましんどくなった時はこう家でこう考える前にまずは話したりとかして、ちょっと気を紛らわすことがありますかね。まあ解決するわけじゃないんですけど、これは矢沢先生じゃあ共感するってことですか。共感すんねんけどな、はい、これねやばい。俺これ言ったら、おうおう言ったらやばいっていうのはいや、はずいっていうかもう、やめてきます。いや、言うけどいや、そう、2個あんねん、俺、はい、その、なんていうかな、例えば鏡見た時にこう、もうこう顔がもう垂れ下がってて、みたいな顔してる時に、あ、俺、こんな顔してるみたいな、あ、それ落ち込んで、もうドーンってなってるみたいな、もうフローラも出まくりみたいな、あ、こんな時、こんなんしてるとか、いやもう正義がないみたいな、もうとりあえず仕事は行くけど、なんかこういまいち全部身が入らへんみたいな、してる時、2個対処法、聞きたいです。僕も言うのも8つ1個はもうこれ儀式、もう儀式、もうこれはもう自分宗教、これはもう自分を鼓舞するためにもうこうするっていうのをしてる、はい、1個が、はい、何入りますか。1個が、あれ、こう入るかな、こう、俺もこれ決まってんねんけど、はい、この体勢、はい、この体勢で、家のカセット、家のコンロの前、コンロの前、言うたら、換気扇が上あってコンロがあって、水道があって、もうそのコンロの前、
もうこれも絶対決まってんの、うん、でもう絶対俺やったらいける絶対俺やったらいける俺は素晴らしい人間もう俺はほんま最高やみたいな感じでめっちゃ自分褒める。おでもテンション下がってる時こそ、はいはいはい、もうこのまま頑張ったら俺はこういう風な人間になるんやっていうのを暗示する、うんうん、っていうのをやる、うん、それこれルーティーンでやってない、はい、もうどうしてもこう今の窮地を脱したい、うん、すごく自分も傷ついてる、うん、時にやる。でもありますよ僕も。ある？ありますあります。ある？うん、自己暗示するみたいなのもありますあります。俺なはやっぱやってて恥ずかしいねんけど、やっぱなこのそれを数分続ける、数分続けて目閉じて数分続けて自分はこういう人間になるんや、あの素晴らしい人間や、今までも正しい行いをしてきたみたいなことを、やっぱ言うとすごい、あの終わった時にはってこうよしみたいな感じになれるのが1点、うんうん、自己暗示、自己暗示で、もう1個は、うん、これもほんま言う、これも想像したらもう気持ち悪ってなんねんけど、車で、むっちゃ笑う。それはないないや、そう、鏡見て、さっき言ったやん、こう、ブドーンなってるみたいな、はいはいはい、で、これは科学的に証明されてる話じゃないけど、うん、その何楽しいから笑うのか、うん、笑ってるから楽しいのか、なるほど、うん、これは、笑ってるから楽しいんやって。うん、まあ、もちろんどっちの方向性もある。スイッチ、もちろん楽しいなって笑ってたらまた楽しくなるっていう、どっちの方向性もあんねんけど、うんうん、言うたらしんどい時ってなかなか、もう笑ってへんやん、うん、だから楽しくさせるために、うん、笑って楽しいというふうに思っていく。楽しいから笑うんじゃなくて、うん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 、それがないから全く、うん、そのしんどい時って、うん、楽しは笑って楽しくさせる、うん、だからもう車乗ってるから、もう絶対一人よ。俺ツーシートの車乗ってるけど絶対一人でしょもうしんどい、顔しんどい、うん、ガガガって言って、うらーって言って仕事に行くわけですね。そう、その仕事の道中でね。なるほど、やるよね、これやるでしょ。やらへんね、やらへんこれはね、家とかでやってて、お母さんに見られたらどうしたのっていうふうに言われるからね、危ないですよ危ない、うん、で俺も相当病んでる時にやりますでもそれもやっぱスッキリするんですよね。うん、やっぱこうもうほっぺで上がってるだけで、あ、あの全然気分ちゃうようになるから、うんうん、だから口角を上げ、うんうんうん、でもう声出してない時はもう声出すっていうのはやってます。うん、まあ流れ断ち切るっていうのは大事ですよね。いや、ほんま大事、うん、無理やり自分で断ち切るっていうのはほんま大事だと思いますね。流れ断ち切るってさ、ほんま分かる？これむずいよな。そう、あるやん。あります、ね、そう、あるやん、人生で流れって。それはもう小曲のところでも対局のところでもあるやん、うん、ですね。でその流れに身をちゃんと乗せて、うん、その静かにせなあかんときは静かにしてるし、うん、暴れ散らかさなあかんときは暴れ散らかすしっていうような、そのなんか対なんていうかな、そのこの流れに身を任せてやるっていうのは大事よね。だからこう大きく脱出するっていうことはまあ不可能なのかなとは思うけどね。その、うん、超調子悪い時に大きく抜け出すっていうのは不可能なのかな。でもちょっとこう上に角度つけるように努力していくっていうのはまあできるからね、うんうん、やっぱそういうのはちょっと真似してって言いにくい、これ言いにくいけど、うん、まあ、こういう風に僕はしてます、うんうん、なんかしてます。大の大人で27でやってますんで、はい、うん、まあでもやったらいいと思いますね。うん、いろいろ試してほしいと思いますはい、それではこの動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。質問は説明欄にある LINE アットに登録して、そこから投稿するようにお願いします。取材、講演、執筆依頼はホームページのお問い合わせフォームからお願いします。チャンネル登録よろしくね。よろしくお願いします。